パンジシール州はアフガニスタン北東部にある州である。州都はバザラック。面積は3610平方キロメートル、人口約17万3000人である。パンジシールとはサンスクリット語、またはペルシャ語で五島の子の意である。パンジシール側が流れるパンジシール渓谷はカーブルの北150キロメートル、ヒンドゥクシュ山脈の裾にある。エメラルドの有名な産地で、 古くはプリニウスも同地域の宝石について記述を残している。中世には銀の産出が盛んに行われ、サッファールアサやサーマーン朝によってコインが鋳造された。ヒンドゥクシュ山脈のサラン峠をめぐってパンジシール作戦が行われた。本州の中心地パンジシール渓谷はジャマーティ・イスラーミリのアフマドシャーマスード将軍の根拠地として知られた。 マスードの指揮のもと、パンジシール渓谷は、ソビート連邦軍にもターリバーンにも制圧されなかった、唯一の地域であった。パンジシール州は1957年から約半、正規間、パルバーン州の一部だったが、2004年4月に分割されて独立した州になった。10月には、第1回の大統領選挙が実施され、パンジシール州では、ユーヌスカーヌーニーが、 最多得票を得た。2009年8月、第2回の大統領選挙が実施され、パンジシール州では、アブドラ・アブドラ元外相が最多得票を得た。2011年7月、イサフ軍はパンジシール州の治安権限をアフガニスタン軍に移譲した。2015年2月24日から25日未明に、かけての流れで、約100棟の住宅が倒壊した。 2021年に、ターリバーンの構成によって、アフガニスタンイスラム共和国政府が、事実上崩壊すると、アフマドシャーマスード将軍の息子、アフマドマスードは国外に脱出したアシュラフ、ガニー大統領に代わって、暫定大統領就任を宣言したアムルラー、サーレハ第一副大統領と共に、パンジシール渓谷での抵抗運動を呼びかけた。2021年9月3日に、 ターリバーン関係者がパンジシール州の制圧も完了し、アフガニスタン全土を支配下に置いたと主張したが、一方で抵抗勢力はこれを否定した。9月6日、ターリバーンは記者会見でパンジシール警告を完全支配下に置いたと宣言し、マスードとサーレ派がタジキスタンに逃亡したと報告があったことも同時に公表した。パンジシールの口属遊牧民2021年現在、 州の総人口は約17万3千人。戦争研究所によると、多軸系住民が人口の大半を占めている。その他、ハザーラ人、ヌーリスターン人、EN、コチピープルが居住している。州内ではダリー語が主流である。全住民はイスラム教を信仰しており、アフガニスタンの他の地域のハザーラ人がほとんどシーア派であるのに対し、 この地域は寸二派が多数派となっている。パンチシール渓谷ではエメラルドと銀の鉱脈が発見されており、1985年には190カラットの原石が発見された。ありがとうございます。